はい皆さん16人になりました。人数的にはあれなのかな、ちょっと98なんで、もうちょっと増えそうな気はしますけど、まあ、でもそろそろ始めますかね。はいえー、っと今日はですね、古橋先生のご紹介とかは宮田先生からしていただけるんですけど、もうすごい、もう心待ちにしていました。あのすごい面白い発表なので、ぜひ聞いてくださいっていう感じですすもう詳細は宮田先生から紹介ししていいただきままお願いします。 あ本当ですかちょっと。もう、ええ、ないかと思って。ええごめん、私も、そういうの簡単にする方。<の> <laughs> ごめんね。あのページを、基調講演のページも出そうとしてたんです。であ、そっか、じゃあ、私がその間、喋っとこうか。な,なか <laughs> かりました。えっとですね、私、古橋先生とは、あの、東京都のデジタルツインっていうプロジェクトのところで、初めてお会いして。で、その中で、あの、古橋先生の講演聞いて、なん。 面白い人だと思ってこれ絶対どっかで講演してもらおうって思ってたんですがまあ、このインタラクションもちょうど大会長するってことでこれこのタイミングだと思ってお呼びしましたはいじゃあ目添先生準備万端。はいありがとうございますはいお願いしますそれではあの今ご紹介いただいたフライセンスの基調講演ですね、えー、ご説明させていただきます基調、えー、講演にいらしていただいた古橋太一先生は 青山学院大学地球社会共生学部教授でいらっしゃると同時に、マップコンシェルジュ株式会社代表取締役社長、NPO 法人クライシスマッパーズジャパン理事長、東京大学空間情報科学研究センター協力研究員など、非常に多くの方面でご活躍をなさっています。ご専門は森林リモートセンシングであり、地理空間情報の利活用に関する 技術コンサルティングや教育にも力を入れていらっしゃいます特にここ数年はオープンストリートマップに注力されておりドローンなどの多様な技術を駆使してさまざまな成果を上げていらっしゃいます古橋先生の先進的な取り組みは皆様もどこかで一度は目になさったことがあるのではないかと存じますそれでは古橋先生よろしくお願いいたします はいいごご紹介ありがととうござまますす、えー、青山国内の古橋と申します、えっと、本当にこの貴重なあの場にしかも90分というあの時間をいただいて、えー、古橋が、まあ、主にこの10年ぐらいですね取り組んできたことで少しちょっとその前のバックグラウンドとかも含めて、えー、今のその地理空間情報の世界の中で、えー、比較的、えー、参加型のというかいわゆる市民参加型の活動 そしてオープンストリートマップも含めた様々なあな動きを少し自分なりにまとめてみたものを皆さんに共有させていただきたいと思います。えっ、ー、と、で、先ほど少し準備段階のところでお話ししてたんですけども、えーと、今結構世の中が大きく動いてしまっていて、今朝どうしようかなと思って、ちょっとかなりの部分、の今日の発表資料の中身変えました。ですので、えー、とちょっとその辺も含めて、 えー、もう今朝から本当に午前中ぐらい一気に変えてきたというところもあるんですけども、ちょっとそのあたりも含めた、えー、と今なりの話をちょっと前半にやった上で本題に行こうかなというふうに思ってます。えー、とタイトルの方が地図の民主化が紡ぐデジタルツインの未来ということで、まあ、木村先生とのつながりもそうなんですけども、新しい地図というものが世の中にどんどん出てきているというところで、デジタルツインのキーワードでいろんな話し,しようかなと思っていたんですけども、 えと今朝のまでの状況を見て、ですねちょっとやっぱりあのこの場でしゃべるのでも、えー、触れないといかんだろうなということがあったので、ちょっとウクライナ危機の話と地理空間情報のつながりについて、少し今、フラして何やってるのかということも含めて、えーと、インプットさせていただきます。でえー、とおそらくあの先生生方とあと学ささんが参加されてると 思うんですけども、えーとまあ、僕はもう昭和生まれなので、えー、とそれこそドイツだから東西ドイツだった時代からあのベルリンの壁が崩壊してとか、えー、ま本当にソ連がロシアに変わってというような形でいろんなこう歴史的な 出来事をリアルタイムにある程度感じてきた世代になってしまったなと思いつつもやっぱり2022年の今になってやっぱりその中でもかなり最悪な事態が起きてるなというふうに感じているところです。でかつ、まあ、今日あの情報処理学会という形で、えー、インターネットを経由してとにかくいろんな情報が世界中飛び交っている。 という中で、まあ、我々、まあ、情報を扱う人間として、まあ、どういうふうにこう,いうこういう事態に向かっていかないといけないのかなということやっぱ真剣に考えざるをえない状況かなというふうに思っております。で、あのもちろんいろんな意見でさまざまな主義主張はあるというところではあるので、まあ、政治的な話は置いといてもやっぱりこういう情報という技術とか、まあ、情報を受け取るスキルを持つ方々が増えている中で。 自分なりの情報の入手の仕方と、えー、分析の仕方と判断の仕方と行動の仕方っていうことを、まあ、今やるべきなのではないかなというふうに思っているところです。で、まあ、この辺がすごくやっぱりこれを触れないとちょっと今日自分の話していることの重みがなくなるなという気がしていました。で、えー、とただですね、えーと、今日言いたいことにすごく関係するなというふうに思っている。 ところではえっ、ー、と、やっぱり情報入手するっていうことって僕は観察力がすべてだと思っていますでやっぱり周りで世の中で何が起きているのかっていうことを、えー、きちんと観察をしてでその観察して得られた情報をもとにどう判断していくのか分析していくのかということが重要になるかなと でこれはですね、えー、と僕がオープンスイードマップに参画したのは2008年なんですけども、その3年後、2011年にスティーブ・コーストというオープンステードマップの創始者ですね、えー、彼が日本にやってきた時きに、まあ、彼とも含めていろんな人たちとディスカッションした中で、初めてこの時にスティーブに教わったことが、ですねウーダーループっていうのが大事なんだと、えー、いうことを言われました。 僕は2011年にウーダ a ーループを初めて知ったんですね、スティーブから。で、オープンスレ r e マップという活動、えー、細かいことは後から説明しますけども、オープンスレ r e マップ a の活動は、ウーダ a ーループをとにかくいかに素早く回すかが重要であるということを、まあ、今から11年前、スティーブが、あの、我々日本のチームに対してすごくこう語ってくれたということを今でも覚えて。 で、ウーダループご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、最近、ここ数年すごく話題になっているかなと思いますが、もともとアメリカの空軍のおジョン・ボイドがあ、まあ、編み出したというか、かあの考えついたフレームワークですね、で特に、えーとえーまあ、空軍のパイロットとして、えー、観察するという、今、ま、周りがどうなっているのかということをオブザーブするという、オブザーブ。 というところからすべてが始まっていって、その中で得られた情報をもとにオリエントしたり、まあ、ディシジョン、ディサイドしていったり、最終的にアクションにつながっていくという形で、まあこう、オブザーブし続けるループもあれば、最終的にアクションまでいくループもあれば、いろんなループがこの中で、あのループのサイズが変わってはいくんですけども、常にこう観察し続けるということが非常に重要であるということを、まあ、あの ある程度ロジカルに説明したものがウーダループであって、えーと、街が変化するだとか、何か変化するものを観察するということをとにかく回していくことによって、オープンステートマップはその変化に気づいた瞬間にすぐに地図を作っていく必要があるという、こういったことをすごくスティーブが語っていたということを改めて思い出したところです。で、えー、観察力を高めるというのは、もちろん 個人個人の観察力を高めるということも必要ですけども、えー、とオープンスイートマップは個人個人の観察力を高めるというよりも、やっぱり一人ではできないことをみんなの力を使って観察者を増やすことによって観察力をトータルで増やしていくという、そういった考え方に基づいています。ですので、オープンスイートマップも含めて、今、あの情報の世界でやはりクラウドソーシングというアプローチは、えー、万能ではないけれども、ある程度こう有効な手段であると。 いうことでそのまあ有効な部分の何が有効なのかっていうとやっぱり観察する人たちが増やせることによって一人でできなかったことをみんなでやるということがクラウドソーシングのやっぱり一つ大きなあの、えー、機能なのかなというふうに思っています。 でその中で、あの古橋なりにやっぱり情報を見渡すと、ですねウクライナのこういった危機的な状況下の中で、例えば今朝えー、トロイターがウェブサイトに公開した、まあ、この衛星画像ですね、これ、マクサーという衛星が使われているんですけども、ここの、まあ、ウクライナのキエフ周辺のここで橋がこういうふうにまあ破壊されてますよと、どっちが破壊されたかっていうことは置いといても、破壊されたということを衛星画像が伝えてますというふうに情報が出てきています。 で、えー、とこのまあ写真を見たときに、まあ、この衛星画像を見たときに、このデータをどうまあ観察して分析するのかっていうところですね。で、えー、とここはやっぱりすごく、もともと僕はリモートセンシングをあの主にやってきた立場としては、これを見たときにいろんな情報をやっぱり見ながら、 これはどこで何が起きているのかということとかですね、あとは、えーま、どこかということは非常に重要なんですけども、なかなかこうメディアの人たちはそれがあの、えー、キエフのー近くであるぐらいしか言わないわけで、具体的などこかということは指し示さない形になりますけど、我々が知りたいのはやっぱりこれがどこなのかということをもっと正確に知りたいで、もしかするとこれはフェイク画像かもしれないということも踏まえて、これが事実かどうかをチェックする必要もあるかなと。 いうふううふに思うわけですなので、この場所は本当にウクライナのキエフ周辺にあるのかとかっていうこと、えー、もしくはここにこう U ターンの立体鏡があったりとか、まあ、特徴的な地物があるわけですけども、まあ、こういったものをこうヒントにしながらですね、このデータをこの画像をこう自分なりに分析していくということをやってきました。で、えー、と今朝この画像を見て、まず気づいたことはですね、えー、とこの辺り、まあ、全体そうなんですけども、特にこの辺りとか見ると分かるんですけども、えー、と光、日射の方向がえっ、ー、と 画,面画像の左上から光が注いでいるんですね。で、えー、と通常、まあ、ウクライナを想定しても、ウクライナのエリアで、えー、日が当たるというのは、基本的には東から南を通って、えーまあ、西に沈んでいくという太陽の動きから考えると、えー、西の方向は、えー、画像の下から普通は来るわけですけれども、これが判定しているわけです。 なので、もうこれ見た瞬間には、パッと見て、これは南北逆転してるなってことが分かるわけですね。なので、あの衛星画像そのものを見たときに、えー、もちろん位置,位置情報がジオタグも含めて、メタデータでちゃんと入って配布されてればいいんですけども、えー、と往々にしてメディアが伝える情報って、こういうメタデータ、ほとんど削除して、ですねジオタグできない状態で、えー、位置情報ない状態で伝えると、ですね結構実は違った印象を与えてしまう。 で,えー、とでも、まあ、あの我々も含めて見ると、あこれ、南北逆転しているなというのがすぐ分かる人たちは、これがどこかということを一つ推測する重要な情報であるかというふうに考えて、あの画像を反転した形でこう、じゃあ、Google Earth にこういう場所が実在するのか確認するという作業を行うわけですね。Google Earth で大体まあ言われているような場所を見るとです、ね、えー、となんとなくこの U ターン立体鏡が映っているのは、あここじゃないかなというふうに拡大すると、Google Earth はこんな感じで出てきます。 でこれを見るとですね、えーと、やっぱり違和感あるわけですね。えー、よいしょ。まあ、何か違うと。さっきの画像を覚えられている方はちょっと違うなということが分かると思んですけども。まず、U ターン立体橋、えーと、南北逆転しているわけですけども、えー、ちょっと、えーまあ、場所が違うというか、位置関係が少しずれてるんじゃないかなということ。あとですね、道路と、えー、川。 とあとは農地察装置のような場所のこういったこうトポロジカルに、えー、この空間の構造が、えーまあ、説明できるわけですけどもこういったこう関係を、えー、さっきのグーグラスに当てはめるとなかなかあそこのループ橋にははまらないような形になりますで実際に、えー、と古橋がグーグラスを眺めながらです、うん、どこかなって見るとですね今の,あの状況をはめられるとすると、まあ、ここになるんですね でまあ、こんな形で、つまりルあの U 字のループ橋、あのー、は、基本的にこの Google Earth の最新画像と呼ばれているものが、実は2019年の最新であって、えー、とそれ以上、細かあの最新のものがなかったので、えー、そもそもこのループの U ターン鏡がえー表示されていなかったので、なかなか分かりにくいわけですけれども、ある程度分析することによって、正確な位置がえ分かると。 いうようなな形になりますで、えーと。こういった衛星画像を1つとっても、実はもともとちゃんとメタデータが入っているものなので、そのデータをちゃんと受け渡せばいいものが削除されることによって、まあ、マニュアルで人間が分析して、もう一回こう位置な合わせをし直さないといけないということもありますけども、いずれにしてもこういったデータが流れてきたときに情報をキャッチアップして、そのデータがどこなのか、それが事実なのかということをやっぱり分析を的確に行って、 こ,れをあのこういったデータが大量に流れ込んでくる中で、えー、これは重要な情報なのかどうかですとか、それをどう処理していくのかということも含めて、まあ、素早くそれをさばいていかないといけないというふうに感じて、えー、もうこの数日、ずっとこういった衛星画像を見ながらです、ね、グーグルアスにバンバカバンバカ貼っていったということを行いました。 でえー、とかつ、こういったデータ、あのもう今10、えー、10件以上ですね、もう20件近くになってきてますけども、えー、とこういった一乗補正、です、ね、ジョーリファレンスという作業を行った上で、Google Earth に展開可能な KMZ ファイルを生成して、それを GitHub に全部今、公開をしています。 であのもう公開のリポートを立ててです、ねえーとまあ、あの後でこの資料を公開しますので、えー、興味があれば見ていただければという形ですけども、あの自分でやった作業をとにかく素早くミ i ド h u b に公開すると。で誰でもそこのデータにアクセス可能な状態にする。あとあの、アップしたよってことを Twitter とか Facebook でバッと SNS で情報交換を公開すると。 こういったこう流れをとにかく素早く処理して回していくということで、えー、大量に流れてくる情報の中で、こういったものがまあ最終的にどう使うかを受け取った側の判断にもちろんなってくるわけですけれども、えー、とこういったデータをまあ,ある程度処理してあげることによって、このデータに価値が生まれていくかなというふうに思っています。であとやっぱりあのまあ息を吸うように、うちの学生もよく言ってるんですけども、もうプラットフォームをとにかく使いまくって、手があの勝手に動くようにしろと。 GitHub しかり、Twitter しかりですけども、こういったときにあのこう GitHub 初めて使いましたとか、Twitter 初めて使いましたっていうことだと、やっぱりもう手も動かないしあの、当たり前な発想が生まれてこないというところがあるので、まあ、このあたりをこう自然にもう処理したらすぐ公開っていうようなこう流れを体の中に入れていたりします。でそうすると、ですねあの、まあ、素早く公開すると、やっぱりこの流れに乗っかってくれる人たちも集まってくるんですね。 でここ数日でもう勝手にあの1人で判断して1人でやってたんですけどもそうすると東大の渡辺先生とかがですねあのじゃあ,あのこっちあのセジウムといウググラスに似たようなオープンソースのプラットフォーム使ってるからそっちにも展開するねという形で僕らがあのお互いにデータをあのジオリハレンスしてそのデータを公開することであのお互いにデータのアップデートとプラットフォームへのこう展開というものができるようになってきていますで、まあ、GitHub お互いにもあの使ってるので、えー、もう勝手にプルリクしてくれるんですね なので、あの何かお願いしてるわけじゃなくても、勝手にこうプルリックしてくれる GitHub 文化みたいなものも含めてですね、あの非常に助かっています。なので、えー、とやっぱり今回の作業も含めて、普段やってることではあるんですけども、やっぱり当たり前のように GitHub 使えて、当たり前のように Twitter 使ってるから、こういうことができるんだなってことを再確認するとともに、やっぱりこういう こう情報の扱い方っていうものがや,やっぱり世の中にすごく浸透してきてますし、まあ、こういったあのこと、他の分野にも多分応用できるんじゃないかなと思っています。で、えっと、もちろん Google Earth で展開できる KMZ ファイルなので、Google Earth にプロットすると、単に見るだけではなくて、例えばキエフの中心部。 までどのぐらいの距離なのかなということを、まあ、Google Earth 上でも簡単に確認できるわけですしそれはそれぞれの人たちがどういうふうにこのデータをまた料理してアクションにつなげていくのかということを考えていく必要はそれぞれがやればいいかなというふうに思っていますいずれにしても、えー、観察力を高めるために一人一人がもちろんあのスキルを上げていくということはあ,のある程度もちろん必要かもしれないんですけどもやっぱりその中で、えーとまあ、古橋がここ10年ぐらいやってきたことはやっぱりそれを自分一人でできないことっていうのは もっと仲間を集めてみんなで一緒にやっていくそうすることによって観察者を増やしつつ、えー、そのクラウドソーシングというスキ技術があの大きく、まあ、あの情報の世界を変えていく一つのアプローチになっていくんじゃないかなというふうに思っています。ね、他にも えーとまあ我々だけではなくて、ですね例えば信頼のおける YouTube ライブカメラを、やっぱりウクライナでは何が起きているのかということをチェックするために YouTube、すごく使われてると思うんですけども、やっぱりフェイクだとかダミーだとかも、すごくノイズが多いわけですので、そういったこう信頼のおける YouTube ライブカメラをウェブ地図に展開するのは、知り合いの草薙さんが、あのこれシンガポールにおらいらっしゃるんですけども、シンガポールからこういったデータをこう日本人がコントリビュートして、えー、と実際に地図上に展開しながら、こことここからのウェブカメラ見えるよみたいな。 形で情情報報展展開開するという地理,地理空間情報の,展開の仕方もありますまたあのオープンスリーマップ自体今避難民の支援を行うためにあのウクライナの国境付近の緊急マッピング活動はうちの学生がどうあ,のある程度主導しあの日本からはあの割と、えー、中心になりながら活動してし始めているというところにはなっていますのでやっぱり今のこうウクライナの情勢一つとってもそれぞれの専門分野の中でそれぞれができることがきっとあるはず。 でまあ、こういったあの状況を判断しながら自分たちで何ができるかということを情報を入手して分析して判断してまあ行動するという,うー、まあ、ウーダーループに非常に近い考え方にどうしても頭が僕は回ってしまっているので、まあ、こういったことをあのやってみるというのも一つのアプローチになるんじゃないかなというふうに思って。 います、うん、えと前半、あの、まあのまちょっとあの導入という形で10分ぐらもおっしゃらしちゃいましたけども、えー、とぜひまあ情報も含めて情報に記録されているいろんなあの要素というか、あのそこから導き出せるものの中で、やっぱり観察力というものを研ぎ澄ますということは、まあ、我々の世界ではすごく重要になるんじゃないかなというふうに思っているところです。で、えー、とで本題です。<laughs> あのえー 一気にしゃべってしまいましたけれども、あの改めて古橋が何やってるのかというところで、えー、と先ほどの Twitter とかのアカウントとかも、この顔とこのアカウントですね、マップコンシュリジュアカウントで、この QR でやってますので、あの興味があれば、後で資料から辿っていただければというふうには思います。えっ、ー、と、まあ、リモセンシングとかいろいろ地理空間情報やってるんですけども、自分のことを割と地図やという言い方をしております。えーで かつ、まあ、あの伝統的な地図学ももちろんやってはいるんですけども、えー、と割とドローンを飛ばして地図作るとか、最先端の技術を使った地図作りというものも幅広くこうちょっと手を出しながらですね、いろいろ失敗ももちろんしながらですね、やっているところではあります。えー、と最近だとあの結構大型の v トルタイプのドローンを購入させていただいて、えー、とこれをバンバン今飛ばしているという形で、えー、とこれ、うちの 青学の相模原キャンパスの上空で飛ばした時の映像が今 YouTube の,の青い学の SNS とかからキャッチップできますのでぜひ見ていただければと思います。あの同じ学部に原監督もいるのでこの映像の,あの前半にドローン飛ばしますけども後半原監督も出てきたりしますがあの駅伝チームも走ってるこの相模原キャンパスの上でドローン飛ばすとですねこういう3次元の天狗データとか作れるんですね。これも,もフライド時間だいいた えー、10分ぐらいのフライトを、まあ、2回ぐらいですかね、30分も飛ばさずにあのさ、まあえー、非常に狭いエリアの3次元の天群データと呼ばれる3次元の地図データに関しては、あの割ともう、うん、どのさえ持っていれば、まあ、誰でも作るようになってきたかなと。 そういったものをデータ処理しながら、えー、と実際に、まあ、あのビジュアライズするだとかそれをまあウェブでどう展開するのかどうことも含めてあのこれも QR コードとか辿っていただければあのブラウザーで見れるようになっていますのでぜひ見ていただければと思っています。でえー、と今日はあのいただいたお題も含めて、えー、とまあデジタルツインとかです、ね、デジタル地図のまあ今のえ状況を 皆さんにこう共有させていただきたいなと思いつつもですね、えーと、学生さんは多分、まだ相当小さいか、まだ生まれた後だとは思いますけども、えーとまあ、先生方は多分覚えてるかなと思いますが、Google マップがこのように登場した頃を覚えてますかというちょっと、えー、少しこちょっとこの資料を作りながら、もうそういえば結構だったなというふうに思って、ちょっとこのスページを差し込んでみました。 g o、えー、グ g l e m a が2005年の2月でにローンチしています、えー。同じ年の6月にグーグルアースがローンチしています。ですので、もうグーグルアース、マップスそれぞれ、えー、ローンチされてから12年、えー、あ、違う,違う,違うえー、あ17年ですね。17年たってるわけですけども、えー、ともうそろそろそういう意味で言うと、20年、20歳に近くなってきたなというところです。やっ この Google マップと Google Earth の登場というのは、我々地,地理空間情報とか、まあ、地理情報システム、GIS と呼ばれる技術を扱ってたあの立場としてはですね、すごくインパクトの大きかったところです。それまでのこう地理情報システム、GIS の概念は、やっぱり Google の登場によってすごく大きく変わってきました。 まあこのあたりはあのこれを上げるだけでも多分時間があっという間に過ぎてしまうのでえと特にですねやっぱり古橋なりにすごくインパクトが強かったなと思っているのはあのそれまで有償で買わないといけなかったツールがほぼ無料で使えるフーミアムモデルで出てきたということですねあとはすごく細かな話ですけれどもグーグルは地球が回転楕円体であったそれまでの,あの地理空間情報の業界をですね 地球丸くていいじゃんって割り切っちゃったっていう地球は丸いって再定義したことは結構僕の中では衝撃が大きかったですねあとは効率よく地図データを配信するタイルという技術をより使いやすくデファクトスタンダード化してしまったということあとは Google アスで使われていますし、まあ、今回ウクライナのデータ等も含めて KML、Google Earth に展開できる KML、もしくは g z という形式がありますけれども、これがあのオープンスタンダードして、Google がもう完全り後悔してしまったということです。あとは Google マップとか、まあ、Earth も今、だんだんとブラウザに移行してきてますけれども、ブラウザードリブンな考え方、まあ、いろいろ上げるだけでも、今までの GIS の世界では考えられなかったようなアプローチを取ってきたというのは Google のすごいところ。 であり、グーグルがあればいいんじゃないかなって正直出たときは思ったぐらいに感じました。で、えー、とこれは今画面上ではものすごいちっちゃく出ているので、なかなか伝わりにくいと思うんですけども、あの後で資料を見ていただければと思いますが、あのとにかく Google マッ p スと Google Earth 大好きなので、えー、とこれは僕なりに作った Google Earth と Maps の年表ですあの。よく資料とか学生の授業とか使っているので、よければ使ってくださいという形です。 後半 Google Earth からとか Maps から離脱した NION テックの動きとかも入れてたりしますがあのやっぱりすごくいろんな機能が追加されたりして非常に進化してきた中でもまずそういった意味であのずすごく細かくウォッチしてきた立場で言ってもやっぱり Google マップと Earth でできない壁があるなということも Google が出てきてから感じていたところではあります。2005年に出てきて、数年間いろいろ使い倒してみてですね、やっぱり Google ができないことって何かっていうと、Google マップなり、Google アースに格納している地理空間情報のデータのオープン化ができていないので、自由にそこにアクセスすることもできないし、見ることはできるけども、見て終わりっていう状態ですね。でこれはやっぱりものすごくもったいないなというふうに思っていました。 でえー、とこのオープン化っていうものを、じゃあ、どういうふうにやったら実現できるのかなっていうのが2007年ぐらいですね、Google マットアースが出てきて、2年ぐらい、まん、あ、もと考えていて、えー、で、やっぱりオープンであり、必要性がある。で、オープンであるとはどういうことかっていうことやっぱり誰でも自由に使えて、しかも許諾不要で、えー、しかも商用利用可能であるっていう、この、まあえー、条件がきちんと、えー、揃っているもの。 が、えー、なかなか地理空間情報の世界ではまだ見当たらなかったとっいうのが2005年から数年後間はこういった状況が続いていました。でそうこうしているうちにです、ね、2007年から8年ぐらいに どうもイギリスの UCL、まあ、ロンドン大学の学生だったスティーブ・コーストが、えー、オープンスワップを始めたというニュースがもともと2004年に始めてたんですけども、えー、2007年8年ぐらいにその世界的にも少しバズってきたいわゆるこういうプラットフォームがあるんだっていうことで情報が出回ってきたのが2007年から8年です。で2008年の3月ですねあの 僕だけではなくてですね、日本人でオープンスマップ面白いんじゃないのって言い始めた十数人ぐらいのメンバーが、えー、3月ぐらいから集まり始めてですね、オープンスマップの活動を日本国内でのコミュニティのまず立ち上げから含めて行っていったというところです。ですので、えー、と我々が、まあ、2008年から日本のコミュニティを立ち上げて、まあ、そ,れそこからオープンスマップのデータを本当にボランタリーに作り始めたと。 いうところでちょうど我々があの日本のコミュニティが立ち上がった当時の、えー、映像がありますので、ちょっとその映像を、えー、流します、はい。いろんなところでこう流してるんですけども、えー、ちょっと喋りながらですね、えー、とあの映像、カクカクすると思いますが、えー、と後であとで QR コードとか載ってますので、あの見てもらえたらと思います。イギリスのとある町からこの映像始まるんですけども、えー、と2008年の1月から12月までを早回しして見ていきます。 白く光る瞬間があります白く光る瞬間は、えー、オープンスウェートマップの例えば道路だとか、えー、海岸線とか建物のデータを、えー、入力した瞬間が白く光っています。同時多発的に世界中の人たちがさまざまなあのデータを作っているあの地図に必要な情報を作っているということを、えーまあ、見ていただけるかなと思います。 またこの年アメリカは州ごとにこう塗りつぶされるとかですねあとイギリス中国は、えー、国全体がわっと白く光る瞬間があるんですけどもこれは、えー、アメリカがの政府が持っていたオープンデータとしてのタイガーデータをインポートしたりですとかインドとか中国は、えー、それぞれの地域のデータをオランダの地図会社が持っていたものを寄付してもらったという形で、えー、実は細かく光っているこう一人一人の個人的な活動の、まあ、クロードソーシングと あとは、えー、組織、国だったり行政だったり企業が持っているうーオープンなデータ、まあ、オープンスルマップのライセンスに適合できるオープンデータを持っているところから提供してもらうという形で我々のオープンスルマップのデータはいろんなソース、いろんな活動の集合体として成立しているということがあの見て、えー、理解いただけるんじゃないかなというふうに思っていますで。今画面に出しているのもですね、えー、まだ我々が 日本のコミュニティを立ち上げた当時の東京の東京駅周辺のオープンソールマップの地図データです。あのこれでもまだ2008年の多分後半ぐらいで2008年の3月はもっとデータ少なくてですねあの当時衛星画像も使えなければとほとんどそのいわゆる GPS ロガーあの携帯電話にもまだ GPS がついていることはあのほとんどなかった時代なので。 えー、GPS ローガーというものを買って、ですねそれを自転車につけたり、体につけてですね歩いて道路を、えー、こうトレースするための元データを GPS で自分で歩いて取得するとか、ですねそういう作り方をしていた当時なので、データが本当にスカスカですし、鉄道線路もつながってないわけですね。まあ、ここうういっったた状況からででですすね、えー、と今朝スクリーンショットで撮ったものがこうです えーまあ、今、2022年現在、東京駅周辺のオープンスルーマップは、まあ、このぐらいのデータに進化していますし、えー、拡大するとですね東京駅も、まあ、各プラットフォームはもちろんですけども、まあ、あの建物とか、ですね、えー、とすごく細かな歩道等々も含めて、非常にこうデータの流度は、まあ、細かくなっているというところです。でかつ、あの今日の話の後半になりますけれども、デジタルツインというキーワード。 につながっていく意味でも、すでにオープンステルマップの地図データには高さの属性だとか、ある程度の 3D の形状そのものは提供あのもう入力されていて、これ今、新宿周辺ですけども、建物の形状と、あとは素材、色、こういったものも属性で管理されているという状態になっています。で、えー、とオープンステルマップ、今の時点でこういったボランタリーに誰でも編集可能な地図情報として、 今まで2004年からの延べ参加人数が編集者として8.4ミリオンぐらいのコミュニティになっています。8 0 0万人以上のアカウント、これユーザーアカウントの数なので、アカウントが生まれて、もちろん1回も入力しないアカウントももちろんあります。でもすごく活動するアカウントもありますけども、今までこういった800万人規模の延べ、 のコミュニティが存在していて、もうすぐまあ1000万人ぐらいに届くかなというところで、今のところまだまだあの右肩上がりでユーザーアカウントは増え続けている状況になっています。でまあ、こういった状況の中で、も、えー、ともと地図情報というものは、えー、日本の国土地理の前身が、えーまあ、旧日本陸軍の陸地測量部であったとのように、えー、やっぱりすごく その測量行為とか、えー、地理空間情報、地図のデータというものは非常に軍事的な要素が強いのでなかなかこう市民、参加型で市民からまあほぼゼロで作ったような地図というものは存在しなかったわけですから、一部の地域の地図はありましたけども、えー、世界地図として、えー、きちんとお市民、うん、グラスルーツなあの草の根の地図というものを作ったということはおそらく初めてのケースではないかなと。 そのデータが誰でも自由に使えるという意味で、本当の意味での地図の民主化がオープンストマップによって、ある程度完成形に持っていけたんじゃないかなというふうに思っています。 また、商、え、用、ー、利用可能なオープンデータベースライセンスを今、採用していますので、えー、本当にいろんな企業だとかいろんな組織がオープンルーマップを二次利用していますあの。ほとんど、えーま、許諾不要なのであの、勝手に使っていただいてもちろんいいんですけども、年々いろんな企業、いろんなあのサービスに採用されていると。 いうところがありましてでやはり一番インパクトが大きいのは、えー、例えばあのポケモン GO とかイングレスのような位置情報ですね、えー、これが2017年からあのオープンスマップのデータがもうビジュアルにも見えるようになってきたという形で、えーとまあ、その前からオープンスマップを整備したあのうちの青山学院大学の坂原キャンパスとかですね、もうあの学生たちがポケモン GO をやるとですね、画面が一気に詳細になったと。 いうこ,とでまあ、こういったあの使われ方をすることによって自分たちが作った地図がどういう価値を生むのかということを学,学生たちにこう学ばせながらも自分たちの手を動かして自分たちの手でまたアップデートしていく最近だとインスタグラムの地図サービスが昨年アップデートされましたけども、えー、オープンスマップが背景に使われているんだということをここで知るとやっぱり自分たちの普段使っている SNS に自分たちが関われているんだということに気づくわけですね。 でえー、とこれは今,今年、日本でも使うようになりましたけれども、マイクロソフトがこの前出したサウンドスケートというアプリで、これは耳ですね、A 地点から B 地点までのナビゲーションを、えー、オープンスマップのデータを使いながらたど、えー、っていく、でその時に、えー、そのナビゲーションに必要な情報は基本的に、えー、音で、しかも、えー、ある程度 3D オーディオとして対応している最新のソニーのリンクボット。 とかですね、そういったイヤホン等々使うと、やっぱり右,が右に行くべきなのか左に行くべきかも含めて、さまざまな情報をその使っている人に合わせて3次元の音声、サウンドデータとして提供するっていうようなことができたりします。まあ、こういった形でやっぱりデータを公開しておくと、実はそのデータがどう使われるのか我々も想像できないわけですけども、そういったこういた使われ方をすることによって、あ 改めてやっぱり自分たちが作ったデータ、もっとこうした方がいいんじゃないかなと、もっとこういうふうにできるんじゃないかなというふうに考えています。はい、で、えー、とこういった活動で、まずはあのオープンスマップう、本当に自由な地図があ,れあったらいいよねっていう、まあ、気持ちから始めたんですけども、えー、とやってみるとですね、やっぱり世の中にいろんな意味で役に立つなということを感じ始めています。 でえー、っとやっぱり一つ大きなのはあの、クライスマッピングと呼ばれるような災害時とかですね、今のウクライナもそうですけども、危機的な状況下に置かれた時に、やっぱり位置情報って非常に、まあ、重要で生命線になる、うまあ、ここをどうにかできないかということと、まあ、それをあの感じたのが2010年のハイチの震災の時でした。ハイチの時はあの2010年ですので、まあ、オープンスマットの活動も、えー、まだまだ盛り上がっていたかというと、えー、そこそこだったと記憶していますが、 今、ハイチのポルトプランス直下で1月12日に地震が起きて赤く光った瞬間があります。その後ですね、えー、オープンスルーバアップのデータはーっと更新を始めます。世界中の人たちがインターネット越しにこう、えー、ポルトプランス、ハイチの首都の地図を更新していくのがこういった白く光った瞬間でワーっと活動しているのが見えると思いますし、えー、とブルーで光っているのが避難所として見つけた場所になります。 でこういった場所を遠隔で,で、ねえー、NASA とかそれこそ米軍のドローンの画像とか送ってもらいながらです、ねえー、と遠隔で地図を作るとあの数千人とかこの当時名乗りを上げた人だけで2000人ぐらいいたんですけども、えー、と名乗り上げなかった人も含めると多分もっと多かったはずですがあの数日で地図を、えー、ある程度 <laughs> データはスカスカなったんだけどっていう地図がです、ね、あの一気に 充実するということを僕もこの中で実際にマッピング関わりながらです、ね、体験して自分たちのやっていることに、まあ、社会的な意義があるということを、まあ、実感したタイミングでもありました。で、やっぱりその時に衛星画像とか航空写真を迅速に送ってもらえるか、この時例えば Google もこの時は協力してくれてデータを送ってもらったりとかですね、こういったデータ、あの衛星画像、ドローン、航空機。 あとは現場で活動している人たちの GPS のログだとか CIA が当時古い紙地図を提供してくれたりもしていましたがさまざまなソースを集めることによってそのデータをもとに地図を更新することができるということを学びましたその後、まあ,あのこの技術ってやっぱり日本も災害が多いからいつか役に立つよねっていう、まあ、そんな気持ちで、えー、徐々に、まあ、あの準備を始めたタイミングで震災があの東日本大震災が2011年翌年に起きました ですので、我々、震災ドットインォというプロジェクトも立ち上げながら、ですね、こういった災害時に我々が持つような地理空間情報の技術がどう役に立つのかということをこう試行錯誤しながらいろんな失敗も重ねながら、えー、地図情報を、まあ、もっと速やかに皆さんに伝える術を持てないかということをやってきました。えー、と伊豆大島が2013年に大きな土砂災害があったときは、もうその日の夜にはあのイ,ンインターネット上でオープンするマップから、えー、正確なあ、ある程度正確な。 詳細な土砂災害のあったエリアの地図がもう公開できたりしてますしそのデータをこうデジタルにアクセスできない人たち地元の方々にも紙地図で配るようなこともやってきたりしました。 こういったことを日本中、世界中で行うことによって、災害時にこういったクラウドソーシングの地図情報は非常に役に立つということを理解して、それをどこまで役に立つのかということを、例えば2013年の台風、ハイアンですね、フィリピンで非常に被害が大きかったところだとか、2014年、エボラがアフリカの西側で広がっていきましたけれども、その時もきもいわゆる住宅地図ですね、どこに人が住んでいるのかということをみんなで一気に作るとかですね、2015年はネパールで大きな地震がありましたけれども、 カトマンズの地図を地震が起きる前と起きた後で、この時延べでやっぱり1万人近く地図ボランティアがインターネットで集まってあの作業してくれて、地図を一気に更新していきました。2016年は熊本で地震が起きましたので、うちの学生も動員しながら、ですね益城町の町を一気にマッピングするとか、ですね、えー、航空写真、国土地理から提供された航空写真をもとに、ここの橋、ここの道をもう取れなくなったということを地図に素早く反映させるということをやってきました。 で、えー、とまあこういった活動をしていく中での課題もいっぱいありまして、その中でやはり、まず重要なのは、発災後、大きな災害が起きたときに迅速に航空写真を入手することであるということで、えー、と今、取り組んでいるのが、やっぱり市民参加型のドローンを使った迅速な航空写真測定ができないかということを行っています。 えっと実際には、まあ、これまだイメージ図ですが、えっと、オープンスルートマップの地図ボランティアの人たちを東京周辺にマッピングすると、このぐらい、まあ、これで数千人ぐらいいます。はい、で、えー、その人たちが仮に1人1台ずつドローンを持つ時代がやってくると、おそらく回転翼の4枚羽とか6枚羽のドローンであれば、大体半径数百メートルぐらいのエリアは自分の手で撮影できますし、もちろん飛行機の羽のようなものをついた固定翼機のドローンを投入することによって、もっと広い範囲を一気に撮影できるよねと。 いうことで今の技術を組み合わせれば、まあ、ベストな条件であればバッテリーフル充電になっていて、えーまあ、すぐに現地で飛ばせるのであればおそらく2時間あれば、えー、市民参加型で被災地の航空写真を撮ってインターネット上で公開することができるんじゃないか、えーまあ、こういったことを考えて今、航空写真の民主化というものに取り組んでいます。 でこれ、あの勝手にやると、ですね、大体すぐ国法違反で捕まります。ですので、えー、とこれをまあ社会実装していくために必要なあの手順として、やはり国法等々、各法律を守っていくために、事前にいろんな自治体さんと災害協定を結んでいます。 この災害協定を今、各自治体さんとどんどん結んでいて、今、34の自治体と災害協定を結んで、このエリアを拡張することによって、このエリアで何か災害が起きたときに、素早くドローンを飛ばすという合法的な活動に持っていくように、今、いろんな自治体さんとお話をしているところです。 ぜひまだまだ関東エリアが多いので、日本全国の活動を広げていきたいと思っていますのであの、こういったところに興味のある方がいたら、ぜひおつなぎいただければというふうに思っていますが、えー、とこういったあの固定翼系のドローンを使ったドローンの訓練等も、この1年も結構行っていますし。 えと実際2019年、台風15号、19号が房総、えー、半島とかあの東日本で非常に大きな被害出ましたが、この時大体約100平方キロぐらいのエリアの空撮を、我々市民ボランティアの立場で撮影して、全部オープンデータ化で公開しています。<laughs> 土砂災害のエリアだとか、あの台風の屋根被害があったりとかですね。で昨年はあの熱海の土砂災害がありましたので、っ、えー、と我々熱海とは災害拠点は結んでいなかったので、えー、かつまあ小雨が降ってて、通常のドローン、なかなか運用難しかった。 のでえーとまあ、そうこうしているうちにすぐにあの静岡県のバーチャル静岡とかあの現地の関係者から声をオンラインでかけられまして、えー、ともともと静岡県は3次元の地図天群と呼ばれる地図データを県として整備をしてきた初めての県都道府県になるんですけども、えー、このデータを整理していたチームからお前もうちょっと手伝いということで静岡天群サポートチームのメンバーに入れていただいてですねあの データはこういうのがあるんだけど、どういうふうにこうパブリッシュしたらいいのかというところのサポートをさせていただいたりしました。で、まあ、産官、学の、まあ、いろんな立場の人たち、特に民間の方はすごく多く参加されて、チームが結成された中で。 我々県が撮影したビデオのデータを各フレームごとに分離してそこからフォトグラメトリーで最終的に動画のデータからオルソモザイクという形で地図に重なるように平面に投影できる変換処理を行って実際にそれをオープンデータで公開するということを3日以内に行ったというこういったスピード感のある活動がなんとかできたかなというふうに思っています。 でまあ、こういった位置情報もちゃんとセットで、まあ、さっきのあの前半のこうジオリバレンスとか作業なくし,しなくても、きちんと位置情報とセットで画像を配信すれば、もうすぐにチリン地図だとか、オープンスウェットマップだとか、まあ、それこそグーグルマップも含めて、さまざまなウェブ地図のプラットフォームに重ね合わせをすることができますので、まあ、こういったことをきちんとやる。あとは、えー、と得られたデータ、あのさまざまなデータを入手されたものを、えー、ある程度料理してです、ね、GitHub に公開することによって、えー、誰でもそのデータに生データとしてアクセスできるようにする。 それもビジュアライズして3次元のデータをきちんと、えー、触れるようにする計測できるようにするというこういったことを行ってきたりしました。で、えーとまあ、こういった形で災害時に いろんなことをやってきたんですけども、まあ、昨年の静岡の,あの災害、あの熱海の災害の時に、やっぱりあのすぐにうまく機能した部分とうまくいかなかった部分ももちろんありますけども、やっぱり普段からコミュニティ活動を行っていることによって、すぐにまあ声をかけてもらえましたし、えー、まあ静岡県の方からも,も、我々が取ったデータは全部オープンでいいですっていうふうにすぐに言ってもらえたので、じゃあすぐに公開していいですよねっていう形で、ポンポンポンとプラットフォームを選んで、そこにパブリッシュして、ローンチするということができました。また SNS を普段使いいしていく ことによって、もうほぼメール飛ばずにですね、すぐにチームが機能してコミュニケーションを開始する。でもやっぱり3日以内に公開できたとはいえ、やっぱりもっと早く公開することができたならば、えー、おそらくもっと役に立てたんじゃないかなということ。あとは、えー、とそこの、えー、こう公開したデータ をどうやって計算したのかっていうのを、計算手法のオープン化はまだまだできていないので、こう数字が、結果が一人歩きしてしまうだとかですね、えまあ、こういったことがやっぱりまだまだ課題として出てきてはいますが、いずれにしても静岡県の南波副知事の会見が非常にあのこう注目されましたけれどもえ、最後の会見の時にあに副知事からやっぱりオープンデータにしておいたことによって、外からいろんな情報がやってきたっていうことがやっぱり印象的だったと。 いうふうに指摘を受けまして、まあ、やっぱりそのオープンバイデフォルトという、まあ、こ,ういこのこ葉はもそもそもあのアメリカとかオープンガバメントという文脈から出てきた言葉だと思っていますが、えー、とやっぱりまあ個人情報保護も含めたこう、えー、センシティブな情報でないならば、原則オープンであるべきだという世の中がやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思っています。 でじゃあこれからの地図ってどうなっていくのかというと、やっぱりデジタルツインという言葉も一人歩きしている節がありますけども、あくまでは僕はオープンなデジタルツインであるべきだと思っています。でまあ、デジタルツインという概念そのものはあの製造業の世界から生まれた言葉なので。えー まあものづくりになり何かリアルな世界で何かを作るといったときにそのシミュレーションを VR 空間とコンピューターの中で行ってそれをフィードバックするという概念から都市に拡張されてきたのが最近のデジタルツインになっています。これは東京都のデジタルツインの資料からも引用したものですけどもやはりその栽培空間にまあ デジタル都市データをモデルとして置いておいて、そこでシミュレーションを回しながらフィジカルな空間に生かしていくし、フィジカルな都市が変わってきたならば、またそのデータをサイバー空間、デジタルな空間にフィードバックしていくような形でのシミュレーションとフィードバックのサイクルをくるくる回していくのがデジタルツインの正しい使い方であるというふうに思っていますし、まあ、そのデータの先駆けになっている国交省のプラトのプロジェクト。 は今東京都の東京駅の周辺のスクリーンショットを入れてますけども、割と細かく、場所にエリアによってはテクスチャーもついた形でデータが出始めていて、これがオープンに公開されてきています。Google e a と何が違うのかというところですが、いろんな意見はあるけどえと結構ポイントとして重要なのは、デジタルツインはやっぱりセマンティックであるというところだと思います。 えっとグーグルア t h はやっぱり見た目上確かに3次元だし、非常にリアルに見えはするんですけども、やっぱり建物がそういう木造家屋なのか、コンクリートなのか、そ,それがいつ建てられたのかっていう、そういう属性がなかなか使えないというか、ほとんど使えない状態になっていますけれども、プラットンも含めたデジタルツインのデータは、ここをきちんとセマンティックに 7GML という構造を犯されたデータで配信されていくと。 ですので、えーと、Google Earth は歴史的にはあのあのデジタルツインかと言われると、デジタルツインに近いけど、えー、言葉としてはやはりデジタルアースの系譜かなというふうに思っています。その違いはセマンティックであるかないかというところがすごく大きなポイントで、もともとデジタルアースという概念はそのものは、アルゴア、えー、アメリカの元副大統領ですね、えー、クリント政権の頃の,もあの彼が、えー 90年代後半ぐらい、98年の講、えー、演でデジタルアースの概念がこう文章化、文字起こしもされていますので、ぜひ興味があれば見ていただきたいんですが、非常にやっぱりあの今のメタバースとかデジタルツインとかの未来を想像した発表にはなっているんですが、彼はあくまでデジタルアースという言葉を使っていて、あんまりそのセマンティックな部分に重きを置いてなかったなというふうには、えー、改めて思っているところです。 でえー、と言葉としてのデジタルツインと、あとは非常に近しい存在としてのメタバースと、あとはすごく古典的なデジタルアースって言葉が、あのまあ、我々の世界ではかなり行ったり来たりしていると思うので、まだこれも古橋の頭の中、ある程度こう整理すると、今の時点ではこんな状態にはなっていますが。 デジタルツインはあくまでデジタルツインとして成立していくけれども、ある程度メタバースとも連携取れつつ、うーまあ、デジタルツインのデータのベースとして、デジタルアースの世界からもデータがやってくるような、まあ、こういった構造が今あ起きているデジタルな地理空間情報の世界観なのかなという、そんなイメージを持っているところではあります。 ありますで、えー、と改めてプラトのデータセットに戻っていくとですね、えー、CTGML というデータフォーマット、これもオープンスタンダードで公開されている考え方に乗っかって、えー、しかも都市そのものを捉えるときに、すごく荒々な3次元の都市と、えー、すごく細かな3次元の都市とレベル分けしていきましょうよというのが CTGML の考え方で、これを Level of Detail, LOD というふうに概念分けされていますけれども、えー、とプラトは今で 1, 2, ー、LOD1、2、3次元の を整備し始めていて、まだ3、4はなかなか難しいかな、一部部分しかまだ提供されていません。でおそらくこの辺りもコストの問題がありますので、オープンデータとして行政から出てくる、あの えー、プラットもしくは東京都のデジタルツインのようなデータセットは、おそらく LOD1、2がまずはあの最初かなというふうには思っていますが、ここは逆に言うとあのいろんな立場の人たちがぜひ、日本全国まだ56都市で、今年おそらく100都市ぐらいまで拡張されると思いますが、えー、とまだまだ日本全国整備されているわけではないですので、ここをいかにきちんと整備できるかということ。であとはオープンステップマップのように商用利用可能なオープンデータであることから。 さらにそこを拡張した LOD3、4に関しては、今度はもう民間企業がどんどん競争して、どんどん新しいビジネスを生んでいくような競争領域として、うまく活用していくのが、まあ、個人的にはいい形なんじゃないかなと。 いうふうふに思っていいます、まあ、いろんな拡張の仕方がある中で、プラット自体も、あとは東京都のデータツイン等々含めたさまざまなデータが出てくると思いますけれども、そういった拡張も含めて、オープンであるならば、やはりアカデミックな世界と、あの民間の世界と、あとは市民の人たちが、いろんな形でこのデータをどんどんいじって、いじり倒していくという未来がいいんじゃないかなというふうに思っているところです。はい、で、えー、とこのまあ何度も言っているオープンデータである重要性というところで、 えと今の日本はあのオープンデータという言葉はある程度は出てきてはいるんですけども、まだあの全体を見渡すと、オープンデータは行政、国やあの自治体が出すデータがオープンデータであるという認識が非常に強いところがあります。でただ、やっぱりオープンデータというものは、産官、学、市民、それぞれの立場が関わりながらもバランスよくこのデータをこう更新していくという構造の方が、えー、うまく回るんじゃないかな。 まあこれはあくまで古橋の仮説の段階なので、決まってるわけではないんですけども、こういった意見を持っていますが、今は行政から来るものというふうな受け取り方をしているケースが非常に多く見受けられるので、えー、デジタルツインもオープンデータなんでしょう、行政が出すんでしょっていう形になると、おそらくうまくいかないんじゃないかなと思ってます。で特にです、ね、弱いのはです、ね、企業からフィードバックが来にくい、あとは市民からあのフィードバックがなかなか来ない。 ここの部分をうまくこう保管することができるのであれば逆に言うとうまくオープンデータとしてのデジタルツインは回っていくんじゃないかなと思っているところです。でこのえっとバランスを考えた時にまあ参考としてやはりオープンセマップはどうなっているのかというとあの非常にやっぱりそのボランティアボランティアと言いながら企業からのコントリビュートは非常に大きな原動力になっています。 えっとこれは、えー、オープンスイートマップのデータ更新に直接関わった企業コントリビューター、企業マッパー、企業エディターとかいろんな言葉で呼ばれてますけども、えーま、企業の社員として参加したオープンスイトマップのマッパー、地図編集者の活動エリアを色分けしたものです。各企業ごとに色分けしているので、ちょっと分離してみますと、えっと、こんな形で、まあ、あのいわゆるガ a ハンの Google がいないぐらいだから。 ですかねえー、とアップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト等々の企業が、えー、彼らの社員があの、自分たちはそれぞれの企業から給料をもらいながらマッピングに参加しています。<laughs> 一番世界中マッピングしている実績があるのマップボックスですね、えー。日本にも上陸してきましたし、えー、と世界中、本当に、えー、うちの学生とマップボックスチーム組んで、日本全国のマッピングの,あの修正をしたりもしています。 でえー、とあと次に多いのはアップルですね。アップルは、えー、と結構やっぱり途上国、アフリカとかですね、南米とかのあの、かなりマッピングしてたりします、えーと。結構戦略的にやってるのがマイクロソフトで、オーストラリアとか北米等々、やっぱり彼らのビジネスに、まあ、あのフィットするようなエリアをチョイスしてたり、同じようにグラブという、ウ、まあ、ーバーの東南アジア版ですけども、東南アジアをターゲットにしているので、当然、東南アジアを中心にマッピングしてると。 いう形で各企業ごとにそれぞれのスタンスは違いども、それぞれがある程度人件費と資金を持ってですね、オープンスマップに企業コントリビューターとして参加しているということが大きくあります。逆に言うと、グローバルで大規模にオープンスルマップをフリーライドして、まあ、別に使っていただくことはいいんですけども、逆にこうフィードバックのない企業としては、例えばナイアンティックが挙げられるよと。 いうことでちょっと今年し、ナイアンティークが使い始めて5年そろそろ経つのに、そろそろ旗あ上げないっていうようなこう提案をしたりとかもしてるんですけども、やっぱり企業が全員フリーライドしちゃうと、あのこういったオープンスマップのデータ、回っていかないと思いますし、やっぱりこういったこのバランスをどう作っていくのかっていうところは、うまく設計していく必要があるんじゃないかという、これがあのオープンなデジタルツインが目指すべきこううまいあの、いい構造なのではないかなというふうに思っています。 でもう残り時間も少なくなってきていますので、フラッシュも言いっぱなしはあんまり良くないなというところなので、えーと、じゃあデジタルツインをオープンに作っていくアプローチとしてどういうことができるのかということで、えー、と例えば一つのアプローチでストリートビューの民主化でできないかなということも考えています。でもちろんストリートビューという言葉自体は Google が商標を取っていますし、えーと、Google ストリートビューが一番有名なサービスではあるんですけども、 グーグルはあの先ほどもあったように、やっぱり商用利用とか二次利用が、まあ、ほぼ許可されないということがありますので、もっと自由に使えるストリートビューがあってもいいんじゃないかなということで、えー、と今はマピラリーというクリエイティブコモンズライセンスを採用したストリートビューのデータプラットフォームですね、ストリートビューのようなものを共有し,共有して、商用利用可能で二次利用可能な ものをスマートフォン、もしくは360度カメラを使いながら、自分たちの手で街を撮影していくということを行うとまあうちのキャンパスしかり、なかなかストリートビューで撮影されないようなマニアックなところとか、同じ場所を定点観測したりとかさまざまな形でこう市民参加型のストリートビューのデータを集めると、今、延べてででトータルで1.7ビリオンぐらい、もうすぐ20億ぐらいのえ写真、データが集まってきていると。 まあこういったあのプラットフォームもだんだんと成立してきていますし、えー、東京周辺のまあ緑で塗られているところがあのデータがあの撮影されたところになりますし、青で塗られているところは実は古橋個人が撮影したところになりますが、古橋個人でえと今までのマテキラリーにデータ提供したのが1人で170万枚以上ですね、今、大体もう180万枚超えてますけども、1.8ミリオンえぐらいの写真を、1個人でもコントリビュートできると。 いう形ですで写真をアップロードすると、ですねこうフォトグラメットのに処理が回って、天群データを作ったりとか、ですね、えー、マシンラーニングの処理が回って、えー、その写っている写真の中にあるオブジェクトを分離したりとか、ですね、まあ、こういった処理を加えることによって、より地図データを更新にすることができるようになっていく素材になっていきますし、こういったデータをもとにもちろん天群データを使うことによって、3次元のデータが生成できると。 いうことで今、あの渋谷の、えーとまあ、青山キャンパスの周辺の中でメインストリート以外のところをこう、えー、ちょっとデータ収集していくと。 いうことで、この辺りの、えー、渋谷の裏通りのストリートビューのデータをこう集めていきながら、ですね、えー、天群データを作るという形で、まあ、あの自作のというかあの、大学の予算で買っていただきながら、ね、電動バイクに300か60カメラつけて、ですね、えーと、街中をうろうろすることによって、えー、360度のストリートオープンなストリートビューができるということにチャレンジをしているところです。 えとマティライというサービスは実は昨あの2年前ですね、2020年にフェイスブックに買収されたんですけども、ちょっと心配したんですが、引き続きあのデータ自体はオープンデータで公開されていますので、あのこういったオープンデータのプラットフォームをきちんとこう継続していくということで、まあ、ストリートビューの民主化もできる、地図の民主化ができて、航空写真の民主化ができて、ストリートビューの民主化ができてくれば、まあ、かなりこのデータをもとに、3次元のデジタルツインデータを市民で作ることってできるんじゃないかな。 いいうふうふに思っているところです、まあ、天群の生成、3次元のデータの生成からクレンジングを行って 3D モデリングをする。まあ、今、3D のモデリングだとかなりブレンダーがすごくあの認知度と機能を上げてきていますので、まあ、こういったこうプロセスを経る中でまだいろいろ試行錯誤中ではあるんですけども市民参加型によるデジタルツインのデータ更新というものがやっぱりできる時代を作っていきたいなと思っていますしこの辺りはここ数年。 チャレンジしてていいいいきたいなとううふうに思っています、えー、と少し前にもあのお見せしましたが、あの相模原キャンパスの上空ドローンを飛ばすことによって我々天群データをすでに作っていますし、それをもとにブレンダーとかでうちの学生とかがです、ね、一生懸命 3D モデリングして、いかにこれを自動化するかとか、ロイツ化するかということも含めて、えー、とこういったデータをよりオープンにあのきちんと出せるようなあの展開ができるかなというふうに思っています。えー、残り2分にて 最後にですね、えーとまあ、デジタルツイン、特にオープンなデジタルツインが大事だよというようなことを言わせていただいたんですが、えー、とぜひっとあの情報処理学会も含めてこう情報にあの長けている方々にお,お伝えしたいところはですねあの、やっぱり3次元の都市の地図データというものは、まあ、どう使ったらいいのかとか、もうそもそも必要なの。で結構まあ我々古典的な地理学科地者 とか地図学やってた人間からするとですね、いや結構2次元の地図でもそれなりに等高線とかあのああの3次元の分析できたんだけどなみたいなところはあるんですけども、やっぱりあの3次元の地図の良さっていうものを何かということを、まあ、改めて考えているところではあります。で、えー、といろんな意見はあれどですね、えーと、2次元で十分なこともやっぱりあります。で、3次元で向いてることって何かっていうと、逆に3次元で向いてないことは やっぱり2次元の方がバイアスかからないで空間を均一な条件で見れるっていうことがあるのであの逆にデメリットの方が目立っちゃったりするんですけども、えー、と我々の,まああの地理空間情報の世界の中での考え方でジオセントリックな、まあ、あの空間を俯瞰して均一で見ていくようなうジオセントリックなこう視点と。 あとはエゴセントリックという人間目線ですね。あの今だと FPV とかっていう、ファーストパーソンビューとかあのいう言い方もしますけども、えー、と自分目線で主体的な人間を中心としたあの街の見え方っていうものもまあ大事だよねと。この2つは実はすごく両方ともあの重要ではあるんですけども、今までの GIS はどちらかというとジオセントリックなアプローチが多かった。でそれはえと実はデータルツインでいうと、逆で人間が主体となったエゴセントリックな都市の捉え方の方が得意なんじゃないか いいうふうふに思っていますでエゴセントリックな空間の捉え方の実例として僕はすごくいつも感じているというか映画見ててあの思ったんですけども「あの千と千尋の神隠し」のですね、えー、と主人公が知らない場所にこう行かないといけない。 カマジーというおじいさんのいる場所にたどり着かないといけないというときのナビゲーションのときにですね、えー、とどういうふうに指示されたのかというと、こう脳内に FPV の映像を映し出されてです、ね、この階段を降りていって、右に曲がれば、そこにカマジーがいるというふうに説明を受けて、その通り実行する。 でも、えー、とエゴセントリックじゃなくて、ジオセントリックなあのそのステージ、まあ、あの舞台を客観的に説明するとです、ね、こう図面描いて、こっからあなたここにいて、ここからこう移動しなさいっていうようなことが、えー、ジオセントリックな、えー、伝え方になると、これ、なかなかできる人とできない人の差がすごく大きくなっていきます。 でまあ、こういったことを踏まえるとやっぱり3次元の、えー、都市とか3次元の地図データというものをやっぱりジオセントリックではなくてエゴセントリックな見せ方をするということが最適な使い方なんじゃないかなということとまたそれを提供することによって、えー、今まであの地図が読めなかった人たちに対する読みやすい地図理解しやすい地図というものが提供できるんじゃないか こういったことで、おそらく、まあ、ここまで多分分、物色しないと思うんですが、宮崎駿監督は、ジオセントリックなナビじゃなくて、エゴセントリックな表現を自然に選んだのかもしれないですけども、やっぱりこっちの方が理解しやすいんじゃないかなと思っています。同じように、プロとのデータ自体も、やっぱり、いろんな事例を今見ていると、エゴセントリックな使い方すごく多いかなというふうに思っています。マイクロソフトの出した先ほどのサウンドスケープのアプリも、非常にエゴセントリックなアプローチになりますので、3次元の都市地図が持つ価値というものは、 えーまあ、いろんな見方があるので、もちろん、ジオセントリックな使い方もあっていいとは思うんですが、えー、と一歩、ちょっと引いてみてというか、それは2次元でもいけるんじゃないかというものを考えた上で、やっぱりじゃあ、エゴセントリックにそれをうまく見せるんだったら、どうしたらいいのかという、まあ、そういったところで、ぜひあのデジタルツインの3次元の都市モデルを使い倒していただければいいかなというふうに思っています。 えとまた、あのエゴセントリックは人間主体と言いましたけれども、だんだんとロボティクスの技術が進化していく中では、無人機だとか、さまざまなことしを移動する自立型のモビリティとか機械、機器が都市を捉えていくという意味では、エゴセントリックな見方は、だんだんと人間から、まあ、あの人間以外のロボティクス主体の捉え方というものにも応用されていくのではないかなというふうに思っているところです。 ぜひ、まあ、人間もしくは人間以外の自立移動型のものも含めて言われますけども、えー、情報に長けてる皆さんに、えー、3次元の出てる都市データをどんどん使っていろんな事例等々を使っていただければいいなと思ってますしあの言うだけじゃなく自分自身もそこにコミットしていきたいなというふうに思っています。 えともう最後になりますがあの、まあ、改めてちょっと冒頭割と長めにあのいきなり内容を変えてしまったところもあったんですけどもあの特に今学生さんは、えー、と今起きていることが結構やばいんじゃないかっていう危機感を感じてる方も結構多いんじゃないかなと思いますけどもあのやっぱり情報を取得しながら自分で判断しながらあまり悲観することなくですね、えー、とぜひ自分の 手で,です、ね、情報を入手して分析して判断してやっぱりどう自分で行動するのかっていうことを考えていくきっかけになったら嬉しいなというふうに思っています。またスマートフォンも含めてもう日本中世界中の人たちがこういった情報通信技術に触れて、えー いつでもこう移動経度、自分がいる場所の移動経路を取得できる、皆さんがもう常に測量している行為を取っている、つまり皆さんがいつでもこう胃のただたかであるという時代になっていますので、まあ、こういった時代で、こういったデバイス技術を使うことによって、地理空間情報を、まあ、時には毒にもなってしまう部分もありますけれども、やはり薬として世の中を良くするために使っていく、まあ、そういう人たちが少しでも増えるような世の中になるといいなと思っているところです。はい えー、まあうちの研究室のキャッチコピーとして一億総意のかという言葉がありますけれども、ぜひあの皆さんと一緒に新しい、えー、世の中を作っていけるといいなというふうに思っております。えー、非常に説教臭い話で最後まとめてしまいましたが、えっ、ー、と残り時間質疑応答に当てたいと思います。はい、えー、長司さんありがとうございました。大変素晴らしい講演ありがとうございました。皆さん拍手や拍手お願いします。ありがとうございます。あの大変 <laughs>。 濃密で刺激的な内容であと3時間ぐらいは聞いてすけど <laughs>、はい、あのちょっと時間の都合もありますので、はいでです、ねあのー、ぜひあのいろいろな質問があると思うんですけれどまず皆さんが聞きたいであろうことを最初に伺います。あのー、まず、その、フライ先生の行動力に皆さんもう圧倒されているんですけれども、その情熱はどこから湧いてくるのか、教えていただけますでしょうか。あそうですねあのすねごく 感じているところはやっぱりウーダーループっていう概念は僕にとってもすごく衝撃的な考え方であのそれまで地理空間情報を扱っている立場でいうと時間精度よりも位置精度とかですね、えー、もしくはその網羅性とかっていいろんな品質の概念あると思うんですけども 割と時間制度ってすごくあのち,ょちょっとおざなりになってたところがあるんですけども、うん、やっぱりそれじゃ間に合わないことが世の中たくさんあるやっぱりすぐに判断してすぐに動かないとタイミング失うなっていうこと、うん、僕もそのいろんなこう失敗がある中でやっぱり多くの失敗は動くのが遅かったから失敗することってすごく多いんですねなのでそこの後悔だけはしたくないっていうところでまあ結果として失敗してもまずとりあえずやり出してやってみるっていうところがあの で早めに失敗しとくと結構取り返しがついちゃうっていうところもありますので、あのそれなりのリスクももちろんあるんですけども、えー、と例えば、えー、と今やってるウクライナのデータもですね、えーと、プラネットという衛星画像はオープンデータでクリエイティブコモンズライセンスで公開してくれているので、えー、誰でも許諾不要で二次利用していいんですけども、それ以外の衛星画像はです、ね、僕勝手にやってるんです。 で公開すあのロイターとかににも全く許可取らずにやってるわけですなのでいつ怒られるかを正直わからないんですけどもでもやっぱりそれがあの1日2日け朝出たデータが今朝ちゃんとマッピングできてるっていうことがすごくやっぱり価値を生むだろうなと思っていますし、まあ、それで怒られたら引っ込めればいいかなぐらいな形で考えているので、うん、まあそこの部分ではやっぱり素早くやるっていうことはなるべく後悔したくないな。 っていうそのういった意識でやってますなのでその分失敗も非常に多いというところもあります <laughs> はい大変勉強になりますあのもう一つテクニカルなことを少し伺ってもよろしいでしょうか、はい、あの非常にやってらっしゃることで、えー、と実現性も高いなと思うんですけれどもで、あの質問はどの程度ミクロにできるかというところですあの実は私お伝えした通りバリアフリーマップを作っていましてで それとあの段差とか階段とか歩道の,の真ん中に電柱があるとか、そんなもうすごく深刻な情報がなかなか今手に入らないと、今地図上でも手に入らないエリアがすごくいっぱいあるんですけれども、そういったミクロな情報を集める取り組みであるとか、あるいはアイディアなどありましたら、ご意見いただけませんでしょうか、はい、そうですねあの、バリアフリーマップとか、アクセシビリティマップとか、まあ、そういったマッピングの活動というの 結構あるんですけどもあの、例えば僕らのオープンスルートマップのコミュニティだと、ホイールマップというのが一番重要で <laughs> はの、い、で、ホイールマップって、えー、とドイツのソジアル・ヘルデンっていう NPO のチームのラウルさんがあの中心になってやってるんですが、ラウル自体があの自身がもうあの車いすユーザーなんですけども、まあ、彼と話をし,して、やっぱりすごく感じたのは、やっぱりこう、まず自分たちが目指すのは、あの 車椅子の人たちが街に出て行きたくなるように仕組みを作るっていうことをすごく意識してました。なので、やっぱりこうどこに行ったらいいんだろうかっていうことが分からないからあの車椅子の方が家に閉じこもっちゃうとか、うん、というようなことになると、やっぱりまずアクセス可能なのかどうか、例えばそのお店が受け入れてくれるのかどうかと。で、えー、と非常にフィールマップの場合には情報をすごくシンプルにしていて、えー、と自力で 車椅子の方がアクセス可能か、もしくは誰かのサポートがあれば可能か、もしくはあのあのアクセスできないという情報の、その3色でしか分類してないんですね。で逆に言うと、段差は7センチよりも高ければ段差と見なすみたいな大雑把な危機、うん、地はあるんですけども、 それって実は車椅子の人の体力とかスキルによって全然乗り越えられる人もいれば乗り越えられない人もいてでそういうのを複雑にじゃあ7センチなのか1 0ンチなのかって計測し始めると誰も情報を入れてくれなくなる。なのであのやっぱり行きたくなるお店であるかどうかそこに行けるのかどうかっていうシンプルな情報をとにかく普及させていくっていう、まあ、そういったアプローチを彼は取ってたりします。で、えー、と他に例えばウィーログさんとかあの、はい えっと、ミライロさんがやってる、ねねまあ、いろいろありますけども、やっぱり情報量多すぎると、すごく入力する側の負荷がかかってしまうっていうところを、どれだけ減らせるのかなっていうのが、あのまあ、セマティックなというか、属性をこう増やしていくときの一つのアプローチかなと思ってますし、逆に先ほどの3次元の,その段差の捉え方になると、 ようやく時代が iPhone12 とか13のプロとかになると、ライダーがついてきたとかですね、3次元の計測するすべがもっとこう手軽になってくると、案外これって、ウィールマップとか、ア,アクセシビリティマップとは別な文脈で、市民参加型の3次元計測コミュニティが結構解決しちゃうかもしれないっていうふうに、うん、<laughs> してます。ですので、そのあたりはあのやっぱり参加でしやすい こう仕組みをどうやって作っていくのかという、こう、あのよりそぎ落としたプラットフォームっていうものがすごく重要だなと思いつつ、かつ、とはいえ、フィールマップ自体もすごくこう日本国内で普及しているのかっていうと、そんなに普及していないのも現状にはあります。で、えっと、そこはやっぱり解決しないといけないかなと思ったときに感じるのは、残念ながら、例えばウィログさんのデータってオープンデータじゃないんですね。 で、ミライロさんのデータもオープンデータじゃないんです。で、そうすると総合運用性がなくなるので、それぞれが勝手にデータ集めちゃっているっていう構造になっていると、結局あの、まあ、プラットフォームが乱立してデータ共有されていないと、それぞれが個別のデータを持っちゃってるみたいなことになっちゃうかなと。なので、その中で全てを公開する必要はないとは思っているんですけども、やっぱりプラトーでいうレベル1、レベル2、LOD1、2ぐらいの その基本的なデータはみんな共通プラットフォームで持とうよ、でもそこから先の付加価値はそれぞれのビジネスモデルでというような形でのこう、やっぱりこう協調領域をどこまであのアクセシビリティマップの各プラットフォーマーが共有できるかどうかっていうのも一つポイントになるんじゃないかなと個人的に思っているところです。なるほど、大変勉強になりました。私はオープンにしようと今思いました <laughs> <laughs>、えっと。ありがとうございます。まだまだいろんなお話あると思いますので、木村先生はいかがですか っちっっっと先ゃてるのかかなでもなんん皆さスクラップボックスの方にもいろいろ書いていただいてますが、ぜひ直接という方は挙手ボタンを押していただけないでしょうか。貴重な機会ですので、ぜひお願いいたします、えーと。スクラップボックスという裏であのそのメモでいろんな質問を書いていただいているものが走っていまして、古、え、橋、ー、先生が言われたいろいろこう あの情報をほとんどいろんな聴講者の方が URL をどんどん貼り付けてすぐに閲覧できるようにしてくださっている感じです。<laughs> そうですね。ですね。でさっきでも質問じゃしちゃおうかな。お願いします。いや私ね実はその三田先生と結構似たような質問をしたいなと思っていたんですよ。はい、そのここからそのその車椅子の話もそうですけど、そのロボットっていう話もさっきありましたよね。なんかそのロボット用の地図とかそういうのも。 こうロボット走らせるときに、このロボットだとこのぐらいしかできないからみたいなのって、結構、さっきの車いすと割と似たようなニーズで出てきそうな気がするんですけど、なんかそういうのって、本当にこう個々の人が管理しだすと、バラ,バラその共通項がなくって、地図としてもうバラバラに見ないといけないっていうだけで、ぐっとこうハードルが上がるというか、アクセシビリティが下がるというか。そうう考えるとこう 誰が温度をとってとか、どのデータをベースにしてとかっていうところに、ものすごいハードルがある気がしたんですけど、なんかそ,のそういうユーザーオリンテッドな、でも一定人数のそういうあの要望がある人たちに対して、そのこのプラットフォームを使って、あとは自分たちの情報をさらに追加していけばいいよみたいな、そういう取り組みってあったら便利なんじゃないかなと思ったんですけど、なんかそういうのってあるんですかね。その一つの地図のデータから、えっと ちょっと派生でできるよううなな仕組みみたいなそうですね割とあのオープンの世界はそれが当たり前になってきているあそうなんで、すね例えばですね、えー、とオープンセールマップのデータを作ってると、一番ある質問って、データの品質は誰が保証するんですかって言われる、うん確かに、その質問がいっぱますね、はいはいで。そうするとですね、ウィキペディアもそうですけども、あの我々は品質を保証しませんって言い切っちゃうわけです、ね。なのであの、どうにでもなってしまう。 で逆に言うと,、えー、と、じゃあどうしてるのかあの、アップルとかフェイスブックとか、彼らはどうしてるのかっていうと、例えば、えー、とオープンスマップのデータを、えー、と北米のエリアで道路ナビゲーションとして使えるようにする品質チェックは、例えばテレナブという会社が自分たちの会社としてやってる。そこはお金をかけてきちんとやる。でそれを例えばトヨタのカーナビのあのに搭載するっていうような形で、民間企業はそれをビジネスモデルにして、 品質チェックされたデータを売るっていう選択肢もありますでもしくはあの Facebook は実はあの Facebook デ,データ品質プロセスを回した結果を、えー、と実は公開してくれてます。ですので Facebook が品質チェックしたデータを再配布することによってそれをもとにまた別な企業がそれを利用するっていうこともできるようなそういった輪が生まれてきたりします。でですので えと僕らのデータだけではなくて、やっぱりマップックスもそうですけども、マップックスはえとグローバルにはオープンスマップ使いつつも、今、日本国内のほとんどのデータは全輪のデータを使ってたりします。ですので、よりまあいいものとか、あの置き換えられるものとかがあれば、そういったものを組み合わせたり、差し替えてしまうということも含めて、使っていただけるかなというふうには思っていますし、あの他の地理空間情報のデータも、やっぱりすごく大雑把なものは、まずはあの本当にパブリックドメインであったり、オープンデータとして、 と世界中で使われている標高データも SRTM と呼ばれるデータは90年代後半にあのモーリさんがモーリ宇宙飛行士があのレスペースシャトルからレーザーで計測したデータが、まあ、パブリックドメインで公開されていますけどもあれもともと90メートル解像度のデータなのであら,あら あるわけけですけども、まあ、そこにやっぱり国土地理の5メートルメッシュのデータを組み合わせて日本国内をもっと細かく使うようにすればいいだけなんですけどやっぱり何もないよりはあらあらでもあった方がいいっていうような形で、うん、そこのあらあらのデータを、まあ、例えばデジタルツインだったらどこまであらあらのものはちゃんとみんな共有で持たせるのかとか先ほどの,、えー、とあのアクセシビリティマップに関してもとりあえずまあ大まかな地表面の凸凹がざなんとなく見えるかなぐらいなものでもいいのかもしれないですし そこの辺りのこう敷地設定というものをうまく設定すれば結構、まあとはそれを広がっていくと、だんだんポテンシャルがどんどん上がっていくのでオープンするマップは最初ひどかったんですけどもやっぱり普及することによってどんどんデータが良くなっていくということとでも、常に品質は保証されないので、えー、と品質を保証しないけども、えー、と逆に言うと品質を保証されないので世界で一番品質の悪い地図データですとも言えるわけですね。で あの割とやっぱりいろんな国交省の会議とか、で委員会とかで呼ばれて、いろんな地図会社さんが並んでる中で横並びで僕らが入るとです、ね、あの自己紹介はそう言わざるを得ない逆に言うと、でも僕らよりも品質の悪い地図データを仮に売ってたとするならば、それは多分商品になりません、確かに。なので、まあ、業界全体が底上げすることにもなるかなと思いますので、まあ、そこのあたりでやっぱり、あらあらでもとにかく出していくということが大事かなと思っていまいや、先生、ね、やっぱりだから、ご連携した方が良さそうですね。 みんななが入れたくなるようにそうににそですね、はい、もう本当にあの私の研究として本当に勉強になりました。ありがとうございます。よかった。はい、あであの今日会場から挙手をいただいているので、福地先生にお願いしてもよろしいでしょうかあ。よろしくお願いいたします。明治大学の福地でございますあの。お話ありがとうございました。で今のの地図の信頼性に関連して 例えばありうる未来として、このデータは信頼性どれくらいの人が投稿したデータですというふうに、投稿された GIS データ以降と信頼度みたいなものがくっつく世界っていうのがあり得るっていう感じですかねでにあ、そういうボットが回ってまして、あのプロセスで、えー、ある程度の,その挙動とかですね。 えー、それこそやっぱり時間軸でもここ、この道路データはもうここ5年ぐらい誰もいじってないよとかですね、いろんな分析の中で、実はもう今、オープンスマップの品質チェックはかなり自動化がされていまして。うんうん あのかつちょっと怪しいなと思ったら怪しいものがこうあのアラートというかあのピックアップされてそこはこの人海戦術であの複数人がダブルチェックとかトリプルチェックしながらこれはでも大丈夫だよとかこれダだめだねっていうような形で<あ>あの振り分けをしていくような、まあ、そういった品質チェックは、えー、ある程度回っていますしそういった品質チェックを作るのは実はかなりの企業がコントリビュートしてマップボックスが提供するツールだとか、うんえー、各企業 Facebook も、えー、例えばあの卑猥な文字を 道路で表現されていないかとか、ね、そういうあのこともやや実際やられてるんです。ですので過去の事例もいろいろ引っ張りながら、ですねいろんな悪さをするようなこうバンダリズムへの対処というものは、かなりこの数年間で技術が上がってきてはいます、はい、でその身体性コントロールの話をすると、どうしてもちょっとこうメール配送サービスの辿った歴史的経緯っていうのが、ちょっとダブって感じられてしまって、つまり今、 もともとメールって本当に P2P でお互いすべてのメールサーバーが対等で通信してたわけですけど今自前でメールサーバー立ち上げてもメール全然受け取ってもらえなくてそこから出したやつは要はこうがっちりと結局大きな企業が運営しているサービスがお互いにお互いを信頼できると言い合ってて民間の草の根のものは信頼できませんねって言ってだんだん締め出されていくんじゃないかみたいなことが議論されてるんですけどまあちょっとはあの歴史的にはまだそこの 段階には到達してないとは思うんですけど、そういう方向にうっかり行ってしまいかねないっていう危惧ってありますか。えっとあ、そこの指摘はあのすごくあの的確だと思っています。あのあると思います。でえっ、ー、とやっぱりそこはすごく逆に言うとコミュニティもすごく意識してるところ。 でではあるので、えー、と例えばどういう事例があるのかというと、あの悪意がなくても、ですね例えば人道支援の目的で、あの例えば今回、ウクライナのことが起きたからといって、すごくやっぱり手伝いたいから何かできないかというのであの、初心者の方が入ってきて地図を逆にといじって壊してしまうど。でそういうことが結構途上国とかでは結構起きていまして、やっぱりそういうときにいや、ここのデータ、まあ、例えば、 あの我々でいうと地図編集者の,その実績がこれ以上のスキルがないとも編集できないようにするみたいなことはもしかすると今後ウィキペディアがある程度そういった編集者としての権限あると思いますけどもあのそういった部分は出てくるかなと思いますし、まあ、そういったところも含めて例えばオープンスマップの財団の理事会の中ではかなり企業から参加している人たちも立候補するんですけどもかなりの確率でやっぱりその理事には当選しない。 雰囲気はあります。おそらくそういった背景にはやっぱり企業に参加してもらうことを得るかもだけれどもその組織のこう運営そのものに関わってほしくはないというふうな意識があるから投票結果としてはその例えば今スティーブ・コーストはあのトムトムという会社の,あの副社長やってるのであの創始者である副あのスティーブ・コーストもこの前の選挙で落ちてるんです。なのでそういう,こうやっぱり民間企業に所属する人は ちょっっとやっぱりそういった権限はあまり強く付与しないような雰囲気も感じてたりしますので、おっしゃられている通りだと思います。ありがとうございました。であその他いかがですかスクラブボックスに書いていただいて意見でも良いですよ、直接。鈴木先生もいろいろ書き込みいただいてますし。ねえー、でも、あれですね、裏事情をいろいろ聞くと面白いですね。 そう,うですね。あとは、えっ、ー、と、近い人、村山先生とかご研究に近いような気もします。し、ごい,い、えー。指名が始まっちゃう。先生、こんにちは、お久しぶりです。ですあの、すごく楽しく伺いました。 ウクライナの話もあの私もすごく気にして友達とかいるのであの大変参考になりましたえっと何か聞こうと思ってたんですけどあまりにもたくさんあって <laughs> あそうだ私あの最近面白いトピックに出会ってそれがシチュエーションアウェアネスって言ってそのアイディアも米国の空軍から始まってるんですねで先生がう UDA でしたっけ？ウーダウーダーループ、ね、あ、ウーダダルうん、ーーーそれも空軍ってそれもアメリカでしょうか？アメリカですね、はい。あ、あのシチュエーションアウ u ネスがちょうど先生のおっしゃった観察と合致するんですね。あのシチュエーション、つまり爆撃者がどこを爆発するかっていうことを見るには、そのシチュエーションがあの分かってないときちんとしたところに爆弾を投げられない。 そこから始まったあのリサーチドメインなんですがあのちょうどやっぱりあのデータだけじゃなくてそれをコンプリヘンションあの理解するっていうか認識が必要認識のシェアが絶対必要だって、まあ、この今地図はデータ上ですけれどこれがどういう意味を持つかっていうなんか意味論みたいなところまでこのオープンストリートマップは成長するのかなと聞いてて伺っててそんな感じを思いました。 はいいありがとううございます <laughs> そうですそでねあの今,今の話で言うと多分逆にですね、うん、オープンスウェイトマップをすごく価値を感じていただいている方の中にやっぱりその機械学習の中でいわゆる教師データとして人間が街を理解した上できちんと定義した教師膨大な教師データであるっていうふうに捉えると、うんうん、実はオープンスマップのデータを教師に使って一気にこう分析すると。 いろんなものが見えてくる可能性があるというような捉え方はすでにされていますね。ここ数年のトピックの話題になって。ます、ねうんうんうん、なんかこんなの、あのよく逃げ地図っていうのがありますけれど。はい、ああいうのに応用する。まあ三次元があれば、ここは傾斜があるから逃げにくいとか。そんな、あの、コンプリヘンションまで引き出すのかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございまます振ってしんかあれ <laughs> ですよね意外とインタラクションと地図って実は日常生活の行動って考えるとすごく関係あると思うんですけどあんまりあの地図の研究プラスインタラクションってあのやられてはきたけどそんな多くなかったですよね。 そうですねあの、観光アクセシビリティー最大の文脈ではよく見ますけど、あ確,か確,か確かにそうですね、どんどんあのこの基調講演を機に来年、うわっと増えるかもしれないですしね。うん、なんかこういうデータが使えるのかってこと自体を、うん、私も知らなかったし、へえって思いました、皆さん知ってたんですかね、もしかして。<laughs> いや結構新鮮な知識なんじゃないですかね、本当によく、うん。 でもさっきのあれですよね、えっと、フェイスブックが買っちゃったっていう。あマピラリーですかそう,そうそうそう、マピラリー、これ、あれですよね、あのみんながせっせいとオープンデータでやってきたのを、フェイスブックはそれでオープンにしなかったら、もう本当にみんながっかりですよね。<laughs> いや、そこは結構ピリピリみんな見てましたし、あのやっぱりもともといたメンバーが辞めなかったので、あ、大丈夫そうかなとは見てましたけども。で、はい、でもなそういううい意味ではなんかこう 個人というか、こうあの例えば大学とかが管理してればそんなことにはならなさそうな気がするけど、やっぱりこう民間がやってると、もしかして買われちゃうんじゃないかっていうのがちょっと怖いですよね。ただやっぱりサルベージとか、まあ、お互いの,そのデータをこう同期しておくような形で、複数の多分プラットフォームがある大事かなと思っています。あののホイールママッッププととか、他のアクセシビリティ同じように、例えば、 えーとマピラリー以外にもオープンストリートカムっていう活動もあったりとかですね、なので、あの実はオープンなストリートビューって他にもプラットフォームがあって、でお互いにデータを取ってるので、そこを全部つなぎ合わせて、まあ、どっかにまたアーカイブしておくような形で、そこをきちんと整備しておけば、あの仮にデータがあの、サービス運営会社がなくなってしまっても、データは生き続けるような、まあ、そういった形は取れるかなと思っておりますので、まあ、あ,のある程度、そういった機能は、生きつつあるかなと思っています。 ですね、なんかその実際私たち知らないうちにあのスマホとかでこ,のこういう地図データを使っているんだっていうことをすごい勉強になりましたけどなんかその地図に対して直接アクセスしようって思った時にこう意外とこう知らないというかなんかこう自分も地図データこうしたいなって思った時に何か何を使えばいいかが分からないとかちょっとやっぱり勉強しないとこうハードルがある感じはしますね。 そうですね。本当にコントリビュートの仕方っていろいろあるので、例えば、この中で結構、ジョギングとかサイクリングやられてる人、ストラバってアプリ使われている人いると思うんですけども、ストラバいですか皆さストラバんですけアイコンとかで手上げ結構あね、なんか手上げとかしてほしいですよね。ストラバのアプリ使っあんまいないですかあんまいないですね。ジョギングする人いっていいですーは関係ないかもしれないけど。あの ではい、ストラバーのアプリであのジョギングするとです、ね、いわゆる GPS のログがたまってくるんですね。で、こ、うん、のログは全部こうまとまって、ですね最終的に誰がどこだ、誰がとか、誰っていう情報がなくなるんですけども、多くの人がここ走ってますよっていう情報が、最終的に画像になって、オープンするマップのコミュニティに渡されてます。うん、で、そうすると、あここ人走ってんだなとか、ああ、むやまですよ。<laughs> <laughs> 使ってられるんです、ね、なので、はい、ストラバーのアプリを使っていることで、自動的に実はあのオープンズマップのコミュニティのコントリビュートしているということになってたりします。なので、まあ、そこの入り口って本当に分かりにくいんですけども、実はあのすごく簡単な参加の仕方もあれば、えー、とあとはマップスミとかあのスマホのアプリでお店の登録ができたりとかですね、はいあの、それこそホイールマップっていうアプリから逆にあのお店の情報等々も含めてこう属性をアップデートしていくような。 こともできますのですみません、一つ質問あるんですけど、ぜひ。いいでしょうかあの、えっと。東日本大震災の時に、あの時はオープンストリートマップよりもググル、Google ググマップをみんな見てた時があったんですけど、その時に、あ,の、えっと、あれ、全部流されましたよね。そうすると、流される前の写真が Google グ Earth グに載ってて、 それが被災者だから何て言うかあのディザスターの時に、まあ、今の,あのマップも必要だけど昔のマップもどっかでアーカイブで見られると前に住んでた人とかあるいはその後の世代がこうだったんだっていうなんかコンフォートになるっていうかそういうのもあるかなと思いました。 あそうですねあの、まさに僕が東本大震災の時に何を思ったのかというと、うん、オープンステトマップというデータベースは全部時間軸で記録されているので、すべ<ー>て巻き戻しできるんです。うんうん、なので、はいあの、まさにデータを更新し続けてさえすれば過去に戻れる,ると。それを誰がいつ更新したか全部記録されるので。うん 自分の子供が東日本大震災の時に、自分の父親が何をやったんだろうってうことを探りに入ってる、<ー>僕の名前がなかったらやばいなっていう、そういう, <laughs> そう,いうアーカイブの意味も。なんかあの、新しい日本書紀というか、ていうか <laughs> 歴史書になりますねそうですね、なので、自分が生きた証をある意味記録するっていう術として、ね、<ー>僕はオープンスマップは、まあ、見られない。 見られる可能性は非常に低いと思うんですけども。うも、ん、あ、ま、もしかするとそうかもしれないっていう、そういう意味であいで。あ,<ー>あ素晴らしい。あの。自分の、やったことは。後、足跡を残すっていう感じですかね。うん,う,んうん。いう感じでやってます。うん、はい。ありがとうございます。な <laughs> ります。あ、ご質問がありますかね。ちょっとごめんなさい。あアリナ。アリナさんですか。ごめんなさい。い名前を。 カレー忘れてます。すみません。はい、すみません。お願いします。<laughs> あ、あの楽しいお話ありがとうございました。あの大阪電気通信大学の森山でいます。あのオープンストリートマップはあの以前触ったことがあって、あの以前こういうあのこれ大阪府の大阪駅の周辺のオープンストリートマップからあの 3D モデルを作って、あの 3D プリンターで出力したものなんですけど、これを作った時に あの建物の高さの情報っていうのがあまり入ってなかったので、結構大きなビルとかの再現ができなかったんですね。で、えー、その先ほどあのお話の時に、ま、ドローンで天群を撮ってるっていうお話があったので、こ、ま、ういったこの建物の高さっていうのも、どんどんこう入ってくるようになってきているのかなって。 っていうふうに思ったんですけど、あのそのあたりどうなのか、お話を聞かせていただきますでしょうか。あうね、ああはい、改います。まさにそうなんです。なかなか高さって実は計測するか、パブリックドメインで高さ出てなかなか出てないので入れにくかった、はいまあ。僕らフロア数をカウントして何メートルって目測でやるか、もしくはあの実際に計測するかっていう形だったんですけどもあの、デジタルツインでプラトのデータ等々出てきましたので、今、はい、プラトからオープンストリートマップへのデータコンバーターを着々とあの作ってます。 でそこには属性としてたくさんデータ入ってますのであの大阪のプラットデータをあのオープンスマップに流し込めば そこは解決すると思いますが、一方で逆にすでにある建物をあの強制的にプラットンのデータに置き換えることがいいかどうかというところでは、すでにあるデータを作った人たちの思いももちろんあるので、そこの生性をうまくやるために属性だけ紐付けるのか、ちょっとそこは工夫の違いがありますけども、ようやくデジタルツインのデータが全国で始めてきたので、えー、もうちょっとでそれが解決できるかなというふうに僕は期待しているところです。すすすごいい楽ししみにしてますこの大阪駅がこれなんですけど ほ他のこの辺のビルが全然あの再現できなかったので <laughs>、まああの、そういうのもできるようにな,なるかなと思うとあの、すごく楽しみです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます結構地図好きいます、ね。インター <laughs> 寺田先生も手上げてる。<laughs> 寺田先生お願いしますあ。すみません、ありがとうございました。えっと、とても面白かったです。あのえっと ちょっとお聞きしたいのは情報系っぽい立場からちょっとお聞きしたいんですけれども例えば昔僕だいぶ昔なんですけどオープンストリートマップをちょっと線路の,あの鉄道系のテーマでちょっと使おうとした時があってその時まあ全然つながってなくてこう,あのうまく使えなかったっていう記憶があるんですけれどもそういうのなんかどんどん修正されていっててこれって何かもしかしたら特殊なツールがあって例えばこのデータはここは。 整備ちゃんとされてないんじゃないかとかこの道路とこの道路って今つながってないけどもしかしたらつながってんじゃないかとかそういうなんかこうサジェスチョンしてくれるような,なんかシステムみたいなのが存在していてなんかそういうのを便利に使ってみんな修正していってるみたいなことがあるのかなって思ったんですけどなんかそういう修正とかブラッシュアップのためのツールみたいなやつ何か存在してるんでしょうか そうですね。はいあの。実際存在してます。ですので、一番シンプルなのは o p スマ s m a p の,あのメインのサイトのノートっていう機能で、あのアカウントなくてもメモ書きできるです。ここ、こうじゃないのみたいなコメントがります。それ、例えば機械が何かやってくれたりはしないんですか ?AI が何かこう、<ー>そ,こそこまでいうないのそれを見て人間が最終的に判断してますね、<laughs> 今。なので、はい、あとはトポロジカルな部分だとかは、ある程度その、えーとデータ、データバリデータみたいな形で、 あの例えばターンリストリクションとかも含めた交差点のに右折禁止とかですね、そういうのって人間じゃなかなか判断しにくいのは逆にある程度、あなるほどであのエラーチェックをかけるみたいな、そういうことをやっています昔なんか線路の線と線があって、つながってるように見えたんですけど、データはつながってなかったみたいなやつが割とあって、はい、なんかああいうのってなんか。はい ね、なんか普通にプログラム書いたら全部一覧あのここつながってんじゃないのリストが出せそうだなとか思いながら見てたんですけれども、まあ、そういうことをや,やってる人たちがいるっていうことなんですかな、ね、ある程度そうですねある程度見えつつもやっぱり。 修正になると、やっぱりある程度、もうほとんどの部分は人間がまだやってるいるなと。ただ、やっぱり今、マイクロソフトが持っている技術で、かなりやっぱり衛星画像をベースに、建物の形状データを自動抽出するとかですね、もしくは道路の中心線も、もう今の手で書かないで、ある程度たどれるようなツールも出てきてはいるんですけども。 それフェイスブックやってますけども、でもまだやっぱり精度がいまいちなところもあったりするので、あもしかしたら AI とかやってる人たちが、ちょっとこう地図のクオリティアップのための研究とかいうのは、なんかできるかもしれないなと思いながら聞いてました。ねはいはい、ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。まだご質問が出そうが勢いなんですが、どうですか、もう一件ぐらいあれば。で、あでこの時間で。あのあ出ました。<laughs> あ古橋県の学生さん、すごいあの積極的にあのマッピングとか、まあ、いろんな活動をされているかなと思うんですけど、確かにその,その学生さんの何,何かアクティビティの教育にもすごくこういう活動いいなと、えー、思って見てるんですけど、その実際にこういうマッピングとかの活動された学生さんがその後こう、社会に。 たてにんかその経験がどういうふうに生きてるかっていうなんか事例がもしあったら教えてもらえますかそうですね今結構意識しているのはあのやっぱり学生、まあ、ある程度こうボールを投げるっていう、まあ、ある程度の打率で打ち返してくれるっていうような形で、まあ、チャンスをどんどん投げるっていうところなんですけども、はい、その時の,そのサーティフィケーションというか例えば国連と一緒にこんなことやったんだよっていう その国連と一緒にやったっていうことを実はあんまり重要視してない学生とかいて、うん、あのでもやっぱりそれ社会に出ると案外学生の時に何やったのって言った時の,その面接の話とかも含めて、うん、国連と一緒にこんなマッピングのとかこんなツール作ったんですとかっていうと結構驚かれるの。 ですねって後から言われるんで、まあ、そこのやっぱりサーティフィケーションをちゃんとしてあげるっていうことが大事かなと思っててせ昨年末にあの国連と一緒に発火葬をやったんですけども GitHub にそのサーティフィケーションの PDF ファイル全部置いといてお前何かあったらここから証明書出せっていう形でちゃんとサーティフィケートさせる。 っていうそれも,も GitHub にさらしてしまうっていう、そんな感じで、あの、確かに学生さんだとなかなか社会とダイレクトでつながるアクティビティって、そこまで多くはなかったりするんですけど、こういうマッピングとかだと確かにその、社会とか世界とも直でつながるんで、確かにそういう意味でも。 いすあとは GitHub の自分のアカウントをポートフォリオに使いなさい、ね、あなる,ほどなるほど。はい。あの自分のアカウント名と同じリポジトリを置いておくと、それが勝手に、勝手にというか自動的にかなり履歴書として使えるので、はい、そこをあのちゃんと卒論書いたよとかですね、こんな活動やったなっていうのをちゃんと GitHub に載せておくとあの、見る人は見るよっていう、そんな感じでやってます。なるほど。ありがとう。ちなみに背景にあるラーメンジローマップスって何ですか 1>, これ1期生から面々とあのオープンするマップにラーメン二郎の店舗情報をひたすら整理するという卒論を毎年やっていて、今年は,です今年度はラーメン二郎、えー、とインスパイア系まで手を広げ始めているという <laughs> 形です。<laughs> なんかうちの研究室の一つのメインテーマになっているラー,メン二郎ラーメン二郎からなんかちょっとお金もらったほうがいいですけど、<laughs> むしろもう払い続けてるです <laughs> あ,ありがとうございました。はい、あ,り <laughs> ありがとうございました、えーとごめんあの。もう実は時間がだいぶ過ぎておりましてであの、まだまだご質問は実はあるんですけれども、今、Zoom のチャットの方にですね、スクラップボックスのリンクが貼ってあります。で、これ、あのよろしければあの、後ほどでもご覧いただければあの、会場からのフィードバックがありますので、ご,ご利用ください。はい、じゃあごめんなさいまだきっと 質問をなされたい方いらっしゃるかと思いますけれども、ちょっとここで一旦たん示させていただいて、続きはもしよろしければあの、ちょっとオンラインで残念ですけど、交流会もありますので、よろしければそちらも覗いてみてください。それでは、あの古橋先生の大変素晴らしいご講演に、ぜひ会場からもう一度拍手を送りたいと思います。皆さんいろいいいいな方法でお願しししままま <laughs> いいますすああありりりがががとととうううごごござざざたた本当に ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。それでは、えー、大変素晴らしい基調講演はここで終了とさせていただきたく存じます。ありがとうございました。